で、今日の講義はですね、これです、人身事故についてというところなんですが、まあこれ本当は起こってほしくないんですけども、まあ、もし万が一起こった時にね、ですね、多分なんかダイヤ乱れてたか予定より遅れたとか、まあそういうのはちょっとあるか、経験したことあるかと思います。まあということで、今まで、まあいろんな、まあ近畿圏の中心に鉄道会社乗ってきたわけ、鉄道会社をまあ利用してるわけなんですが、まあ人身事故ね、まあちょっと何回はちょっと経験、ね、仙北高速、大阪メトロ、まあこれはちょっと経験ありません。で特にちょっと僕が乗った中で特徴のあるところをちょっと3社挙げました。近畿圏の中で3社挙げてます。ということで、じゃあまず最初見ていきますと、まあこれね、近畿圏の中でこの3社ということで、まず JR 西日本、で、あと阪急、近鉄、この3社を挙げてます。というか、まあ、動画にもこれ、実はその時の様子撮影したのが、まあ、残ってるとしたら、まあ、この3社ということになりますので、まあ、それで挙げました。で最初 JR 西日本というところなんですけども、これ人身事故という直接的な言い方が、ここ数年しません。なんかお客様と接触とか言ってちょっとこれね、肌から見たらこれ何のことやろうってちょっと思うかもしれないんですが、そういう言い方でちょっと変わってます。で他の人身事故で他の路線で鉄道会社で人身事故が起こった場合の振り替え輸送の時も、あの他社線だから何々だから丸々電鉄の何々駅間でお客様と接触したためとかってそういう表記をしています。でじゃあお客様と接触でじゃあ駅だけなのかっていう、駅構内ではありません。踏切内でも、あの駅間でですね、駅間においてもこういう表記をしているという特徴があります。で、これでちょっと人接触という形でまず言い方がまず変わってるっていうのと、まあ、あと人身事故とかで経験してますと、ちょっとあのJR のこのところの傾向としては、まあ、僕の感覚なんですけども、駅間停車っていうのがありまして、駅と駅の間に列車を止めて、まあ、それを止めるということを基本避ける動きがあります。まあ、具体的に言うと、長時間、まあ、あの列車内に人をあの拘束することにさせる、してしまうということになるわけですので、まあ、それで、まあ、乗ってる客からしたら相当しんどいだろうと。いうところで、まあ、そういった負担を避けるという傾向が見られます。ということで、まあ、これね、JR からちょっと言い方が変わっていること、あと駅間停車を避けることで、だから最寄りの駅どこかに列車を止めといて、まあ、ホーム違うところになるんですけど、そういうのを止めておいておいて、まあ、そこでその運転、ね、運転再開までを待つという傾向が見られます。で、次なんですが、次これ阪急。阪急の場合はですね、まあ、人身事故という言うて、ここははっきり言うんですけども、特徴としてはここです。改札とかをちょっと締め切ります。ということは、これ、改札締め切るということで、あの改札の、有人改札のところに、まあ、ボタン一つでですね、券売機そのものも発売中止扱いにして、発券できなくしてしまう、できないようにするというやり方があります。だから改札にも入りませんし、人身事故が発生すると券売機で、まあ、切符を買うこともできないという状態になります。まあ、これから阪急電車に乗ろうかなと思ってた客あのお客さんどうしてるかというと、まあ、改札内、改札の外ですね、まあ、あ のところで入れないまま1時間なり待つという形になっています。まあ、これ特徴というか阪急の人身事故は何回か中動画を撮りましたので、まあ、そこにちょっと後で、まあ、参考になるところですね。もちろん何件かサンプルとしてあげます。まあちょっと触れたところもまた参考にしてください。であと阪急の場合、なんか人身事故がなんかその運転再開事故がちょっと何回も何回もちょっと伸びるということはちょっとよくあるんですけども、まあこれは、まあ言ってみたら人身事故とじゃあその運転再開、じゃあそのとか運転止めてくれとかね、とか、あるいはその運転再開してええよって、じゃあ許可なんですが、どこが出すんか言ったら、これ警察消防というふうになってます。ということなんで、まあ、その警察消防とかがその遺留品の捜索とか含めて、多分相当難航してるんかなというふうに、まあ、あの考えたら OK です。あの決してあの鉄道会社とか駅員のせいではありませんからね。まあ、これちょっと警察消防次第、これね、ここですね、警察消防次第というふうに考えておいてください。これ阪急はちょっと何回か延長することがあるんでね。例えば
10時に人身事故が起こって11時に運転再開やったら11時20分、11時40分まで伸びてしまうというようなこともあります。ていうか、まあ実際私直近で何かあったような記憶はします、あのがありました。まあ、こんな感じで伸びるっていうことは、なぜ伸びてるのかというと警察消防からの要請というふうに考えています。で、次近鉄で、近鉄の場合はちょっと気をつけておきたい、これです言い方がちょっと変わってまして、この近鉄以外は基本取りやめって言い方をするんですが、これ近鉄だけこれです、取り消しです、取り消しという言い方をします。なぜ取り消しって言うんかなと、これネット情報なんで本当かどうかわからないですが、うやこれね、鉄道マニアの業界用語ではね、鉄道の業界用語はうやイコール運転取りやめ、うやって言うんです、これうとやがですね、言うんですけども、近鉄の場合なんかネット情報なんで本当かどうか定かじゃないんですが、近鉄の駅の電報がありまして、それがね、まあ大体最大でも3文字までなんですけども、か4文字までなんですけど、これがまずは宇治山田がうーやになっているというところなんですのがあるようです。まあ、それでちょっとややこしい、うやっていうか宇治山田のうやなのか、それとも取りやめの方のうやうやのね、うやなのか、ちょっとややこしいというところがあって、どうも取り消しっていうふうに近鉄では使います。で、近鉄の場合なんですが、人身事故が発生したって一報があればどうするか、まずその運転見合わせてる区間なんですけども、特急まず取り消しますということで、もう運転そのものを取り消しても払い戻しに行ってくれっていう感じで、確か5年ぐらい前の人身事故はそうでした。特急で特急券を払い戻しと、もうダイヤ乱れて、まあ、特急券持ってたらダイヤ乱れてる場合ちょっと合ってるかどうか確認するために再発行してもらったこともあります。奈良市内のね、塾行ってた時、そういう帰りにそういう経験もあります。であと、じゃあ特急だけなのかっていうとくと、まあ、特急だけまあ運転取り消しかいうとくと、そうじゃなくて、これ付近に止まるのね、特急以外の種別ですね、例えば快速急行、急行準急、区間準急、それも全て取り消します。運転ですね、運休してるところ全てこれ取り消し扱いにします。ということで、まあどうなるかというと、では取り消し扱いするとどうなるかというと、もう回送になってしまうし、あと、じゃあ客はどうするのか、じゃあ客は全員電車から出なきません。じゃあ運転士も車掌もみんな駅係員のいるところに引き上げます。で、引き上げて誰も電車誰もいない状態にした上で、一旦まあ電車を止めておくと、止めおくという状態にするようです。まあするようですっていうか、そうですね、まあ、実際5年前の京都駅、人身事故が起こった時の京都駅はもう全部止めて、運転士も車掌も乗客も全員いない状態になってました。運転再開までその状態が続きました。で、まあそうですね、特急はもう払い戻し、即その場運転取り消した上で即払い戻しと、確か放送で払い戻しを行いますのですぐ行くようにという放送が流れてました、ありました。あと、まあ特急券もそうなんですが、あと京阪はちょっとこの中に入れてないんですけども、ちょ京阪の人身事故の様子もちょっと撮ってはいるんですけども、京阪の場合だったら、まあ、ちょっと払い戻しってなってくるとプレミアムカーというのがあるわけですが、これも払い戻し、京阪の場合だったらプレミアムカーに置き換えてもらったらいいかと思います。まあ、そういうのは払い戻しと、まあ、ありますし、人身事故が起こってからなんですけど、まあ起こって以降なんですが、実際見た限りではもう発売そのもの、もう場合によってはそうですね、昼間人身事故起こって夜の10時でももうプレミアムカー締め切ってましたので、閉鎖しましたので、まあ多分もう終日は発見はしてなかったんだろうなという印象です。まあ、ちょっと推測でしかないんですけども、多分もう終日無理だ、サービスはしてないんだろうなという状況でした。まあ、ということで人身事故ね、これあっては本当はこれね、伝えたい、本当は伝えることが何もない、まあこれが一番なんですけどね。まあ起こった時に、まあどういう特徴があるのかっていうのは、まあちょっとこれまで撮った動画の中からですね、まあちょっと特徴としてまと、まあ簡単に発表と、まあ簡単にちょっと、まあこうやってね、まあレクチャーしたわけなんですけども、そうですね、まあ最終的に言いたいのは、まあ人身事故ね、警察消防です次第になってるということです。
警察消防にどうなんでしょう、運転再開時刻何回も何回も延長してどないなと思って突っ込む人はいるようですけども、まあそれ果たして警察に言えんのかなと、まあそういう勇気ある人はどんどん警察に行ってもらったらいいかなと思うんですが、私はそういう勇気はありません。ということで、まあこの3ということですが、まあこの3社だけになったわけなんですが、まあ他の鉄道会社とかまたちょっと特徴とかがあれば、まだちょっと動画で撮影して、まあ、ちょっと撮影して、まあ、そこからまたちょっと傾向と対策とかみたいなのをちょっと踏まえて、まあ、今後もまた電車の利用をしていきたいというふうに思います。まあ、ちょっとこんな感じでちょっと簡単な説あの紹介程度やったんですけども、いかがでしたでしょうか。まあ、地震事故ね、あの振り替輸送を確かに利用するのもありなんですけど、ちょっと混雑して、振り替輸送の鉄道会社がちょっと混雑してるの嫌やったら、まあ、運転再開まで待つという選択肢も一応ありかなと思いますので、まあ、その時はまたあの乗客とかの動きですね、まあ、そういった状況とかをまあちょっと全体見とか見てね、判断してもらえたら結構かと思います。まあ、ちょっと今新型コロナウイルスの影響で、まあ、混雑とかちょっと嫌がる人もちょっといるかと思いますので、まあ、ちょっと次の時間帯とかやったらあえて待つとかね、再開まで待つとか、まあ、そういう選択肢も、まあ、振り替え予想の案内はしてますけど、まあ、ちょっとここは柔軟に、まあ、もし運転を打ち切って回数扱いにするっていうのであれば、もうそれに従ってください。まあであればいうことで、まあちょっとまあその時その時ちょっと状況の判断に応じて、またちょっとまあ落ち着いて冷静になって、まあ動いていただければというふうに思います。では終わります。